じゃあ次はバルクアップの食事、はい、食事お願いします。ことに行きたいと思いますけれども、食事において大事なのはやっぱりインスリンをいかに出すか、うん、ということなんですね。まあ、筋肉が大きくなるときって男性ホルモンですとか成長ホルモンとかいろんな、まあ、ホルモン系のものが働いてきますけれども、一番筋肉のタンパク質を合成するパワーが強いのはインスリン、インスリンということになってきます。でインスリンというと、まあ、糖質を取らなければいけないというふうに考えがちなんですけれども、実はアミノ酸が意外にインスリンを出す、特にロイシン、アルギニン、グルタミン、この3つですね、インスリンを出したり、あと筋肉のタンパク質合成したりするのにとても重要になってきます。でさらに糖質とそのロイシンとかアルギニンとかのアミノ酸を組み合わせることでさらにインスリンが出るというようなことがありますので、できるだけですね、まあ、食事の時には食後に BCA を飲むとか、あるいはまあ BCA プラスアルギニン、グルタミンでもいいです、まあ、もちろん EA でもいいんですけれども、そうしたものをアミノ酸を食後にちょっと追加する、これとてもいいやり方なんですね。特にあの、まあ、トレーニングしてる人もそうなんですけれども、高齢者で、まあ、60歳以上ぐらいになってくると、普通のプロテインとか食事でインスリンを出してもなかなかタンパク合成に結びつかない。で、高齢者の場合ですね、ちょっとインスリンの働きが弱くなっている、そのような人はトレーニング中に糖質を取らない方がむしろいい、そんな報告もあります。まあ、これは確か味の素だったかの研究だったと思うんですけれども、普通だとトレーニング中のドリンクでマルトデキストリンとか糖質入れることを勧めたりしているんですけれども、高齢者の場合糖質入れない方がむしろタンパク合成高まった、これはまあインスリンの働きが悪くなっているからでもあるんですね。ですのでそのような方の場合はアミノ酸だけを取る、その方がむしろいいかもしれない。でこれはですね、まあ、最近だとあの若い女の子がまあ、糖尿病予備群みたいなことが言われてて、これはやっぱり筋肉が少ないからでもあるんですけれども、おそらく男でも若くても同じようなこと起こってるんじゃないかなと思います。ですので、まあ、昔はですね、私もちょっとある程度糖質を多めにトレーニング中のドリンクで取りましょうというように話してたんですけれども、もしかしたらトレーニング中の糖質減らした方が、その分アミノ酸を増やした方がタンパク合成高まるんじゃないかとも思ってきています。まあ、ここではプロテインでもいいんですけれども、できれば EA の方がアミノ酸の、まあ、による筋タンパク合成は高まるということですね。ですのでまず、そのトレンチのドリンクに EA を入れるということと、食後にも EA を飲む、これが若い人だったらプロテイン例えば 5g ぐらい追加して飲む、 5g 結構そんなもんでいいんですか。それでいいんです。普通の食事にプラス 5g の濃い、それだけで十分効果が、アミノ酸の EA の場合だったら 3g でいいです。で普通のプロテインとかアミノ酸って吸収速度が速いことがポイントになってくるんですけれども、食後に取る場合には速度はあんま関係ないです。食後にプロテインとかアミノ酸追加するときって、まあ吸収はすごいゆっくりになるんですね。でもアミノ酸の補給、インスリンの働きという点では食後でも十分効果がある。ですので食事であんまりタンパク質取れない人結構多いと思いますので、そういう人は追加でプロテインを飲むというだけでも十分いいということになってくるかと思います。ですので、まあ、糖質を多めに取った方が確かにインスリンは出るんですけれども、ある程度年齢重ねてきたら糖質を減らしてアミノ酸の割合を増やす、これが一番大事なことになってくるかと思います。で、まあ、今ロイシンの話しましたけれども、アルギニンとグルタミンの重要性とても最近になって高まってます。まあ、これまでですね、筋肉のタンパク質が構成するときって mTOR っていう、まあシグナル伝達経路があって、それが活性化してタンパク合成酵素が活性化するという流れがあるんですけれども、この時にグルタミンとアルギニンがとても大事ですので、普通にタンパク質を取っていてもグルタミンとかアルギニンが少ないとタンパク合成があまり起こらないということが、まあいろいろとタンパク合成の経路が明らかになるにつれて分かってきた。でアルギニンはですね、食事でなかなか取れないですね。食べ物でいうとナッツ類とかに豆とかに含まれますので、プロテインでいうとそうですね、大豆も豆なので大豆プロテインにアルギニン結構多いんですけれども、ホエイばっかり飲んでるとアルギニンが逆にちょっと不足するということがありますので、ホエイを飲んでる人はちょっとアルギニンを多めにサプリメントでと、これはかなり有効になってくると思います。
でグルタミンはホエイにもソエイにもそこそこ含まれますけれども、まあ、量としてですねグルタミンとグルタミン酸だけ半々ぐらい入っているんですが、まあ、ちょっと足りない可能性があります。でグルタミンって腸においてとても大きなエネルギー源になってるんですね。まあ、普通、まあ、人間の体ってエネルギーというと糖質、アミノ酸、脂肪になるんですけれども腸においてはグルタミンの方が糖とかアミノ酸よりも、まあ、エネルギー源として大事なものになってきてます。であとグルタミンってもともとですね胃潰瘍の薬だったんですね。日本だと1960年代ぐらいにグルタミンがもう薬として認可されて胃の粘膜ですとか腸のエネルギーとかにもなりますので、まあ、グルタミンが必要。ただ少しの量を取ってしまっても胃の粘膜の修復とか腸のエネルギーで疲れてしまうということがありますからそれなりの多めの量を取らないとダメですね。ですのでトレーニング直後に 10g ぐらい取りたいところなんですけれども、まあ、人によってはちょっとグルタミン 10g 一気に取ると下痢しちゃう人もいますのでそういう人は 5g ぐらいで試して 5g で大丈夫だったらちょっと増やして10トレーニング後にそれぐらいのグルタミンを取る。でアルギニンの場合はトレーニングのですね大体90分前ぐらいに取るとバンプを高めるのに役立ちますので、90分前ぐらいにアルギニン、トレーニング直後にグルタミン、アルギニンは大体 6g ぐらい取るといいんですけれどもアルギニンにもちょっといろんな種類があってL アルギニンとかアルギニンアルファケトグルタル酸、まあ、AAKG ってやつとかいろいろありますけれども普通の L アルギニンとして 6g AAKG っていうのだとアルギニンとアルファケトグルタル酸というのがあって、まあ、大体半々ぐらいの割合ですのでアルギニン 6g 取る場合は AAKG として 12g ぐらい取らないとダメというようなことになってきます。まあ、そのあたりアルギニンとグルタミンうまくトレーニング前後に散らして取って食後に EAs とかプロテインこのようにしていただくとかなり筋肉のタンパク質の合成は高まってくるバルカップに役立ってくるのではないかなと思います。じゃあここでご質問ありました。はい、どうでしょうか。質問ありましたらしてください。私聞いてしまっていいですか。今年も先生に教わってからアルギニン大体 6g のトレマイン取ってるんですけども先生ってアルギニンとかグルタミンってトレ前後以外にも取ったりとかしますか。そうですね、例えば風邪ひいてる人によく勧めるのが、まあ、アルギニンとグルタミンですね。まあ、医療とかで使われてる研究ですと手術、まあ体を切ってそれを、まあ、切り傷を早く治すためにアルギニン 14g、グルタミン 23g とかかなりの量使われたりしています。ですので、まあ、何かちょっと怪我したそれを早く治したいときあるいは、まあ、風邪をひいて免疫を高めたいときそういうときなんかはアルギニンとグルタミントレーニングとは別のタイミングで取るのもいいです。でアルギニンもグルタミンもですね成長ホルモンを出す働きがある、うん、成長ホルモンを出す働きがあるということは、まあ、昔は寝る前に飲んで、まあ、寝るとすぐ成長ホルモンが出るので寝る前に飲みましょうみたいなことを言われてたんですけれども最近ではまあちょっとそれは逆にもたないかぶっちゃうですので逆に成長ホルモンが出ていない朝起きてすぐ起床直後の時にアルギニンとグルタミンを飲むといい、うん、というようなことが言われてきてます。まあ、大体ここでもアルギニン 6g グルタミン 10g とか取れればいいんですけれども、まあ、いきなりそんなに取るのはちょっと下痢しちゃうというような人の場合はもう半分でもいいです。アルギニン3グルタミン5それをまあ起床直後とあと別の食感に取るという感じで良いかなと思います。今アルギニンとシトルリンを同時に取った方が効果的だっていう話もあるじゃないですか。その場合って先生はどのようにお考えですか。はい、アルギニンは結構アルカリが強いのでそのまま L アルギニンとして取ると胃酸を中和してですね胸焼けが起こってしまう人が結構いたりするんです。まあ、その場合はシトルリンは中性、アルギニンはまあアルカリですけれども、まあアルギニンを半分にしてシトルリンを残り半分、まあ、例えば 6g だったら L アルギニン 3g、 シトルリン 3g、こうすると、まあ、アルギニンを減らしてアルカリを減らせますので、まあ、胸やけとかする可能性も少なくなるということですね。でシトルリンを取って体内でアルギニンに変わりますので、まあ、シトルリンがアルギニンになるタイムリリース効果ずっと高いレベルでアルギニンが体内に、まあ、キープされるというようなメリットもあります。あとアルギニンですね、アルギニンはアルギナーゼっていう酵素で分解されちゃうんですけれどもシトルリンとして取るとそのアルギナーゼで分解されちゃう割合が減ってくるというようなメリットもありますのでもし両方取ることができるんだったらアルギニン酸、シトルリン酸という感じで取るのもいいと思います。
じゃあ理想としてはやっぱシトルリンとアルギニン両方取った方が理想的ではあるんですね。はい、はい、どうでしょうか、何かありますか。はい、あのインスリン関連のところでアルファリポ酸っていうのはどのタイミングで取るのが一番いいんでしょうか。いろいろ勉強したんですけど結局なんか私はよく分からなくて。アルファリポ酸ですので、はい、これを空腹時に飲んでしまいますとやっぱり陰気結構来るんですね。でかなりインスリンの働き強めてしまいますので低血糖になっちゃうんです。ですので、まあ、トレーニング前に飲めみたいな、意見もあるんですけども、トレーニング前にアルファリポ酸飲んじゃうと低血糖になっちゃう。ですので、まあ、トレーニング後ですとかあるいは食後、まあ、メインなのはインスリンだけではなく抗酸化作用ですとか、あとアルファリポ酸って肝臓の解毒機能を結構高めてくれる作用がありますので、そのあたりのことを考えますと、まあ、毎食後にちょっとずつ分けて取る。だいたいアルファリポ酸ですね、取って半分の量になるのが取って4時間ぐらいですので1日3回ぐらいに分けて取るとベストですから、まあ、朝昼晩食後にちょっとずつ取るのがいいかなと思います。あと最近ではアルファリポ酸ではなくて R リポ酸っていうのがあるんですけれども、 R リポ酸って安定性が悪いんですね。アルファリポ酸は結構安定した状態なんですけれども、 R リポ酸っていうのは R リポ酸が普通のただのアルファリポ酸になってしまう可能性が高い。なかなか保存が難しいということもありますので、まあ、それ考えますとアルファリポ酸として多めに取った方がコストパフォーマンスいいんじゃないかなと思います。ちなみに何ミリグラム取ればいいですかね。ヨーロッパとかだと糖尿病の治療に1日1200ミリグラム使われます。まあ、ただ、まあ、普通の人はそこまで取らなくていいと思いますので1日400ぐらいでいいかもしれないですね。400を3分割ぐらいで取るみたいなイメージですか。そうですね、まあ、150を3回とか、うんうんうん、そういう感じで、あるいは100を4回とかですね。他にまあインスリンでいうとまあ一番安く効果的なのはシナモン、シナモンですね、まあ、シナモンパウダー、これをまあ例えばオートミール食べるときにちょっとシナモンを味付けで振りかけたりとか、紅茶飲むときにちょっと振りかけたりとか、これはシナモンパウダーとして 2.5 グラムで十分効果ありますし、とても安い、コスパいいですねと思いますので、それもいいかなと思います。ただシナモンですね、まあ、日記体をかなり温めてする作用があります。温めるのはいいんですけれども、何か炎症が起こっているとき、炎症が起こっているときっていうのは、まあ、ニンニクとか生姜もそうですけど、あんまり温めすぎると炎症が、まあ、悪くなる可能性がありますので、それは、まあ、そうした炎症とかがない時に取る。体があと温まりやすい人、ほてりやすい人などはちょっと注意した方がいいかもしれないです。はい、ということで、今回はバルクアップ中の食事ということで、お話を聞かせていただきました。なかなか、うまくできている方たくさんいると思いますので、ぜひそういった方に一つアドバイスをお願いします。そうですね、バルクアップの時というのはどうしてもいっぱい食ってしまうダーティーバルクですとか、少しずつ増やしていくリンバルクとかあると思うんですけれども、自分に合ったものを見つけてですね、着実に伸ばしていく。そして大事なのは食事ばっかり増やしているのに体が変わっていない、これが一番ダメですので、ちゃんとバルクアップの時には使用重量ですとか筋肉量が伸びているかどうか、それを確認しながら食事の量を調整するようにしていてください。はい、ありがとうございます。山本先生、今回もありがとうございました。